柿ですね、これ柿だ。柿オレンジか。おお、そう、これだけ普通に。哦，我靠！Oh, sorry. すごいこうデニムだらけですね、ここの店。デニムだらけですよね。こだわってますね。あれ ？T シャツちょっと向こう側か。ちょっと分かんなくなっちゃいましたね、今。さまよっちゃいましたよ。ね、ここはセクシーゾーンですね。なんか思ってたより涼しいですね。もっと暑いのかなと思ってた。ファンが結構いろんなところでも、うん、T シャツ、 T シャツ、ここは布団ゾーンですね。布団、めっちゃ布団置いてあんな。洗わないんじゃん。こうテカテカのね、あ、昔ながら、うん、おう、テカテカのね。あ、服があるな。ね、カンボジアを感じられる T シャツがいいんです。そう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 。ミエン？カンボジア。あ、ミエン。コミエン？お、あるって。お。お。あー、なんかダサいな。オンリーワン？なんかダサいなこれ。オンリーワン？最低だぜ。アンコールワット。アンコールワット、うん、まあでもアンコールはグレーか、目立たないね。白にグレーか、ね、これ絶対脇汗出るパターンですよね、このグレー書いたらバレる。よいしょ、これだこれだ、僕の大好きなサトウキビジュース。これハロー。おお、いいですね。あそこで絞ってますね。すげえ。熱い。おお。こんばん。ちょっとすみません。はい、オープン。ゲットしました、サトウキビジュース。うめ、すごい爽やか味が、いくらでも飲める。この中にちょっと一緒にね、ライムも一緒に絞ってるからすごいさっぱりしてるんですよね。甘み、天然の甘さの中にさっぱりのライムが入ってる。これ最高。おうん、うまい。
これ1杯2000リエルです。日本円でいうと60円くらい、50円、60円くらいです。うめ、うん、嫌い。これあのカンボジア人のソウルフード、これ天然の光で干して売ってる貝ですかね。これをみんな食べるとお腹が痛くなります。僕も一度当たりました。でもねこれ人気なんですよね、カンボジア人の人たち、みんなお腹がお腹壊すの分かってて食べるらしいです。あ、ほらこれね、みんな大好きなカンボジアのおやつです。あ、これなんだ、なんですかこれ、幼虫、貝、カキ、なんすか、なんだ、マッシュ、これ何、これなんだろう、梅、まあでも果物みたい、うん、これも豆みたいな、豆、これチャトラ好きなの、これなんだこれ、うん、好き、チャトラ、ね、これ好きです。5000リエル、よし帰ろう、涼しいところに、よし、あだす、ちょっと男前やな、ええよ、ええ感じや。どうもこんにちは、チェトラです。どっちや、チェトラ、チャトラ、チェトラ、チャトラ、チャトラ、それ誰がつけたの、お父さん、お母さん、お母さんです、お母さんが、お母さんがつけてくれてるんや、はいはい、チャットラーって、チャットラー、来ました、これカンボジアのおやつです。これはね、チャットラー、チャットラーね、チャットラーがチャットラーチョイスのカンボジアのおやつで、今からチャットラーと一緒に食べたいと思います。腹減った、チャットラー、はい、減ってます。あ、ほんまか、今飯食ったばっかりやろ俺も腹いっぱいやわこれな、あ、いろいろこう、うん、こういうね、あ、これ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 、これにつけて食べるんですよね。これ何ですか、チャトラ。塩、塩、唐辛子と、うん、塩と唐辛子、唐辛子ですを混ぜてるの、はい、こんな感じの、こんな感じの塩と唐辛子がバーって混ぜてますね。チャトラこれ好き、はい、好きです。あ、本当で、これは何、もう一つ、もう一つあります。ちょっと茶色い、茶色いバージョンのやつ。見えるか。茶色い、こんな感じの。これなんだ。まあ大体のチーズですね。な、何？何？チリと塩。塩とこれ多分エビですね。エビが入ってるんだ、この赤いのは。はいはい、エビですね。これエビか？うん。ああ、クレーズ。めっちゃエビ。今魚の餌の匂いがしました、今キヤキヤ魚の餌の匂い、これ美味しい、これね、オッケー、じゃあとりあえず食べようか、はい、ちょっとこれ何かちょっと開けてくれ、開けてくれ、食これが多分梅干しだろ、はい、これが多分梅干し、はい、でパイナップル、はい、でマンゴー2種類、はい、これね、これとこれがマンゴーね、うん、で、これだ、これが本当分からへん、これなんだ、わ、わ
これ何なのかなこれ。でも中骨ついてるこれ。はい。謎だね。じゃあちょっと食べてみよう。よし食べようか。はい。よし。さあ、まずちょっと食べてみよう。よし。じゃん。出たなこれ。麺棒です。これ何ですか。スバイ。はい。マンゴーのこと。はい。スバイね。そうです。マンゴー。じゃこれをどっちにつけるの？どっちでもいいの？どっちでもいいです。これをこれでもあのマンゴーでも硬いマンゴーなんですよね。これまだこの熟れてない。色はねこれは黄色いけどよくその辺でみんな食べてるのを見るともっと青いです、ね。これ黄色いね。クレモマンゴーです。それもマンゴーか。はい、あ種類これもマンゴー？種類は違います。うん、種類が違うマンゴーもありますね。そうこれ。そうそう。うん、分かりづらいかな、合ってないか、なんかちょっとね変な感じで、もうちょっと、うん、分かるか、分かんないっす、分かんないっす。じゃあ早速食べてみよう。はい、うん、いただきます。俺もこれちょっとじゃあつけるか、魚の餌の、うん、普通にうまいね。あのちょっと酸っぱいぐらいで、なんかこうリンゴみたいな感じ、梨に近いのかな。梨って知ってる？うん、知ってます。梨、あ、本当梨好き。形は、うん、あのリンゴみたいです。うん、そう、ちょっとこうやってこうつけて、タレをちょっとつけて、これをみんなカンボジア人の人はおやつで食べるもんな。はい、うん、これは美味しいです。お酒のおつまみでもいけます、いけます。うん、うまい。パイナップル、あ、これ突き刺すやつが欲しいですね。いや、あったよ、中に入ってる。そうだそうだ、これ持ってるよ。お前なんで自分だけ持ってんねん。いや、あのお前俺にも渡せよ。これでね、この長い、これで突き刺して食べます。パイナップル、パイナップルも塩つけて食べるよね。パイナップルも塩つけて食べます。なんか甘、うん、甘じょっぱいみたいな、こういう感じでね、甘じょっぱい感じの、うん、なんかやっぱ甘さが引き立って、パイナップルめっちゃうまいこれ、うん、甘い、うまいなこれ、はい、好き、好きです。やっぱ暑い国だから塩分を取るために塩をいっぱいつけたりするんだ、ね、なるほど、うん、しょっぱい、暑いからね、うん、一番なんかちょっと、じゃあ梅、あ、梅ね、お、梅プラン、梅いきます。お、梅です、うん、梅、うん、まず。なんかトロトロする。トロトロしてる中が。まずこれ。まずですか。うまくないよこれ。じゃあトロちょっと一回食べて、味がおかしくないから確認。まあまあ食ってもうた。うん、これ漬物からこういう味。ああ、漬けてるからね。味、うんうんうん、なんかネバネバするんですよね。梅ではないでしょ、やっぱ梅とはちょっと違う種類じゃない多分。だって真ん中に種ないじゃん。種ないの？ちょっと種ある。ああ、でもなんか梅っぽいっちゃ梅っぽいな、うん、よし、じゃあチャトラ、お前の好きなやついこう。これソーセージみたいな、ソーセージ、お前これ好きやんか、ソーセージみたいな、好きって言ってたよこれ。どうやって食べるかどうかね、ちょっと、うん、真ん中は食べないんでしょ。どうやって食べるの、食べてみて。おお、全部食べたね。いや、好きなんだよ。チャトラが好きなもんだけ買ったからね、うん、これね、チャトラ、またもう。うん、で、うまいか、どんな味しますか。あ、種があんねや。あ、これあれ、タマリンドウ。あー、タマリンドウか、これタマリンドウ。一口食べてみようか、一応俺も一応な、どんな味か。じゃあ、いただきます。これもつけるの、つけてもいいです、な、つけてもいい、どっちでもいいよね。うん、
なんかよくわかんないなこれ何味、まあなんかつけてる、あの漬物感もありますね、漬物感は。ああ、うん、じゃあもともとのやつを 何か漬け込んでこういう色になって、そうですね、もともとは緑、もともとは この感じする、この色、白い色みたいなね、はい、ちょっと辛いな、ピリ辛いな、あこれが辛いのか。あうん、まあでもあんまうまないな、うまないわこれあかん、うまい、まあな、慣れてるもんな。これを毎日食べますか？毎日、うん、こういうおやつ食べますか？いや、食べますが、たまたま、たまにですね、うん、あ、たまたまたまにね、たまたまです、うん、いやいや面白かったもう一個ある、白いやつ、白いです、あ忘れてたこれ何ですか？大根、これ大根みたい、梨みたいなやつじゃない、芋、あなんか匂いが、うん、結構危ない匂いしますね、ちょっと臭い匂いします、ちょっとなんか臭いですね。おなんていうのかな、スンって なんかちょっとツンとしますね、うん、この胸焼きしそうな感じがするこれ好き、はい、うん、ちょっとじゃあこれ食べて食べてちゃんと、やっぱそれつけんねんな美味しい、うん、じゃあ俺もいただきます、こっちをつけるか、ピリッとせないな、はい、うん、いや、ほんとね、まあ、果物、うん、味がね、ほとんどしないっていうか、味がね、あの雑草に近い味がする。なるほど、青臭いってこと、うん、うん、青臭くて雑草に近い味が、美味しいとかは全然ない。だから、まあ、あと塩とか、そっちの味だけってことだよね、うん、で、雑草臭いんですよね。なるほど、青臭い。じゃあ、テラは、この中で一番何が好きな？クレット、クレス、どれどれ、パイナップルと、うん、リンゴと、あと、まあ、うん、全部ですね全部好きですね。どれが全部かお前、まあ、そっち系かえ、浮気するタイプかお前はいや意味わかんない全部好きですねって言ってお前どれが一番好きなの、一番好きなのはどれですか？一番好き、あなたが明日死ぬ前に、マンゴーですね、マンゴーだ、はい、マンゴーだ、はい、2種類あるじゃん、マンゴー、黄色いのと白いの、黄色い方が好き、はい、あれ青い方食べてんやったら、あ食べてないね、それ青い方食べてみよう、これ散々いじったのに食べる、はい、卑猥なマンゴー、ちょっと食べてみよう、よし、マンゴー、うん、より酸っぱいよね、多分、うん、そっちの方がより酸っぱいっすね、うん、こっちの方が酸っぱい、酸味が好きだし、酸っぱい、でもこういう酸っぱいマンゴーが好きやもんな、カンボジアのやつ。逆にあの柔らかいマンゴーよくないんでしょ、食べない、うん、はい、硬いマンゴーは食べない、はい、うまい、あのマンゴーは間違いないです、マンゴーはお酒のあてにいけますこれうまい、俺はこっちの方が好きやな、こっちのマンゴー、こっちのマンゴーうまい、ちょっと俺は一番何が好きやったっけ、いやそのマンゴー、このマンゴーだ、一緒か、全然気じゃない全然気じゃない、うん、一緒か